鈴木雅也です。現場では撮影監督を担当しています。サードはまず機材とメディアの管理です。セカンドはフォーカスを担当します。チーフは光量の計測です。 DP は絵作り、照明技師とライティングをしていきます。本番では、カメラをオペレートします。僕の場合はステディカも自分でオペレートします。年間まあ数本ですが、コマーシャルの仕事もあるんですけれども、だいたい映画とかドラマの監督からの依頼が多いです。直近で言うと、契約という連続ドラマを撮影しました。レンズとカメラは、ナックさんの方からも提案があったんですけれども、アレクサのラージフォーマットとツアイスのコンパクトプライム CP3 を使用しました。レンズ選択をする際に心がけていることっていうのが、突出しすぎていないこと、絞りが 2.2 とか 2.5 とかで、その代わりレンズの本数が揃うだとか、レンズが軽いとか、そっちの方が僕としては使いやすさとして大きいかな。仕上げの段階で、現場でイメージしたものと違う方向に行くってなったとしても、フレキシブルに対応できるような癖がない、で良好なコントラスト、あとは色の再現性、主題としている本当にその見てもらいたいところに目が行くためには、やはりそのボケ味に癖がないっていうのは一番重視した部分ではあるかなと思ってます。ラボに持ち込んだ時に自由度が効く、そういうネガを作りたいというか、素材を作りたいっていうのはすごく念頭に置きながら撮影をしています。自分がグレーディングの部屋に入る前に、まず今時間の倉森くんに全部預けてしまって、倉森くんなりの考え方で一度グレーディングしたものを僕が見て、あ、そこに自分がない発想があるんであれば取り入れたりっていうことを2人でここ6年間ぐらいやってきました。センサーがすごく良くなってる。みんな今流れとしてヴィンテージの方に持っていってるじゃないですか。でもそこまで行くと今度仕上げで帰ってこれないんですよね。でも CP3 ってグレーディング行った時に全然帰ってこれるし、実は契約ってあれほど汚す方向ではなかったんですよね。ただ一回ギュッとやってみようかなんてことを今時間の倉森くんと話していて、1話目のグレーディング行ったら結構ギュッてやってきたんですよね。あ、これいいねって話になって、それが全体を通したルックになったんですよね。ただ全く癖のないライティングだとか、カラーだとかにすると、それはやっぱちょっと引っ張ることができないと。だからそこは僕と照明技師の腕の見せ所というか、そこにはこだわったかなって思います。もうちょっと自分の中で正解を求めたい作品内容としては、やっぱりアクションかなとは思ってます。今までやってることを続けることも挑戦ではあるなって思うと、この前のその2ヶ月半の撮影の中でも、そこで気づいた段階でも撮影が終わってしまうみたいなこともあるので、もう一度今回の機材で次の作品にも挑んでみたいなっていうのはありますね。25、さらに言うと21ミリですね。絵が広いんでライティングも難しいですし、目が行くところがたくさん絵の中にある中で、ああここを見るべきなんだなっていうふうに、その目の方向性を持っていけるアングルに入れるだとか、このレンズで本当にお芝居が撮れればすごいことなのかなとは思うので、
自分がそもそもこの業界を目指した理由でもある、まあ、亡くなられてしまったんですけども、まあ、篠田昇さん、この人が撮った絵なんだなっていうのが分かるようなカメラマンにはなりたいなとは思いますね。これは自分にしか撮れないな、自分にしかない発想だなっていうカットが撮れた時がやっぱり達成感っていうのはすごくありますね。